ん2週間後のダメ出しクリスタルタイムマジ2週間後のダメ出し2週間後のダメ出し2週間後のダメ出しいやいや、2週間前のダメだしね。そういえば。3人であれまだなんだだいぶあるね。もう始まる気でいたりか。余裕ですね。余裕だ ね。おかしいな、おかしい。何かが後であるってことある。ちょっと3人で撮ってきましょうか。はい、こっち見てください。いきます。はい、チーズ。なんかクールでクールでいきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、なんかやだな、顔がパンパンでもうなんかまんまるでそれが可愛いと思います。シュッとした顔に生まれたかったな。動画のまま年取ってくる感じ。今いいですよ、人間不詳じゃないですか。そう、人間は351歳です。ベースが効いてる。面白い世界線。イエイ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 マイクテストチェック。イエイイエイイエイチェック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 イエイ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 怖い怖いイエイイエイ壊れちゃう。イエイ結構びっくりしますよね。怒られる怒られる怒られるの。だって喋るための音量にチェックしてるんだから。なるほど。いやでも叫ぶかもしれないし。叫ばないし。ひょっとすると叫ぶかもしれないし。叫んだらつまみだし。松岡修造の。ちょっとさ。言うときなんだっけ。心の背筋を伸ばせ。はい。だから今日。あ、2月これ。ジングル会お願いしますね。見事も加減が大事だよ。まみむめも、まみむめも。さあ、2月ですね。本当の2016年が始まりますよ。みんなにとっていい年でありますように。イレブンクリスタル、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日11時からの1時間、お昼前のひととき、いい気分で参りましょうか。さて、2016年クリスタル変容でございます。ならば今までにやらなかったことをやるしかないですよね。前半ちょっとやらかしてみようかね。下町エレガント大使キリンと、リバイエットバイワンボーカルシュンです。ベースコータでクリスタルタイム。ラジオ大好き、やりたいことが山ほどある、時間がもっと欲しい、歌うぞ語るぞ、二人やらかしてくれ。紹介はこんな感じでよろしいかい。完璧です。しましょう。やらかしましょう。まああれですよね、今日はキリンさんが一番入りが遅かったと、うんうん、お僕ら、あ、私あのプロデュース入り時間というのがありますから大丈夫なんですか。そう、社長が社長出勤、社長出勤ですね。社長じゃないけどね、僕ら下っ端なんで。順番から言ったらちょっとドキドキさせる予定だったんだけど、はい、うん、ずいぶんなんかすっきりした顔でお座りになってたよね。そうですね、まああれですよね、30分前行動ですか。基本ですよね。だけどね、気づいてる、ちょっとテンションが低いのよ。頑張っちゃったのあれで。いや、あれなんですよ、今日2人ともほぼ寝てないんですよ。ほぼ徹夜。僕なんてゼロですよ。そうなの。その1時間ちょいぐらい。そうするとちゃんと早く来れんだね。もう今日寝たら終わるんです。キリンさんぼっちになる。もう目覚ましを5分おきに10個くらいかけるぐらいの。なんで
お仕事で最近、最近僕らなんかもう、はい、一瞬曲を山ほどあちこちで作っていて、そのテンションのなんかレドレドな感じなのね。そうなんです、もうこの20分にもかけてますよ。あと隠して帰って終わったらもうすごいですよ、もう2人が抜け殻のような顔で。なるほどね、中身なくなって帰る感じで、ね、頑張りますよ。やるときはやるのよろしいんですよ。やらかしましょう。あと大人ですから、ね、寝れるときありますから。あ、ありがとうございます。そこでガッと寝てる。ありがとうございます、ね。はい、普段すごく寝るタイプ。はい、シュンはそうだよね、とっても睡眠が大事。起きれますよ。うん、早起きは得意。うん、早寝が本当にダメ。あ、ダメ、はい、早寝ほど難しいことはない。早寝ってなんでしょうね、あれはもう、無理なもんは無理ですよね。あれ、なんか人ってね、自分でこう自分をコントロールしてるように思うけど、脳がもう勝手にやっぱコントロールしてるみたいな、実際は。あ、そう、はい、なんか脳内麻薬っていう。私小さい頃からずっと早寝早起きだったんだけど、最近遅寝早起きになっちゃって、はい、遅寝早起き、寝てない、寝てな い、寝てないあんまりね。でもだけどちょっと横になったらすごい熟睡できるから、はい、夕方ぐらいに意識なくなったりとか、だから多分それでコントロールしてるんだけど、すごい脳にコントロールされてるんですよ。してるのよ。でもなんか昼間の睡眠の10分は夜の睡眠の1時間分に匹敵するっていう。でも30分以上しちゃダメなんだってね。あ、なんか10分15分ぐらいだよね。そうですね、昼間6時間ぐらい寝ますよ。それ昼寝じゃない。すごいだけだと思うね。本音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 6時間昼寝、昼終わってます。普段の睡眠時間ぐらい行ってますね。行ってますね。それいや、それでは足りないんですよ。うん、そう、いいね、育ったんだね。もういや、多分成長期なんじゃないかなと。まだ常にね、もうすくすくと。この間からそういう発言いろいろあるよね。あ、妖精発言とか妖精だとか成長期だとか。ありましたね。さあ、それではそろそろ始めましょうかね。はい、じゃあ、2人にバトンを渡したいと思います。はい、では、ディバイデッドバイワンの悪い位置テキトーク。イエイイエイ。さあ、はい、各週僕らディバイルとバイワンがお送りする敵について語るコーナーでございます。敵について、適当に語ろう、適当に語ろう、まあ、語ろう。僕らが、だったり皆さんが何と普段戦ってるんでしょうかっていうのをどんどん聞いていこうかなんて、そんな感じのコーナーです。で、1回目はシュンの敵について、2回目は僕コーダーの敵について。意外な敵だったよね。意外な敵じゃん。けえ、なんでまた、なんでまた笑いが起こる。俺は真面目な話をしてたんですよ。語り継がれなほどの内容だったよ。ネガティブだったってね。ちょっとね、第1回の僕の話は食われまくって、完全に毛には勝てない。任しとけ、任しとけ。で、第3回目は、なんと、なんと、キリンさんの敵について聞いちゃいましょう。351歳も生きてるからね。351歳ですか。長いこと、長いですね。もういろいろありましたよ。いっぱいいましたね、いっぱいいますね。いっぱいいるだ、いるだ、関ヶ原とか。どこの国だ。戦国時代をちょっと。そう、じゃあ今日私ですね、はい、真面目に話をしましょう。お、はい、お、私こう見えて、まあ、どう見えてるのかは分かりませんが、はい、先に後から聞く、先に聞いてみよう。私ってどんな風に見えてる？すごい自由、自由、はい、ほえっとしてます。そんな、でもシュンとキリンさんちょっと似てますよ。ちょっと似てる匂いがする。ちょっと同じ匂いしますよ。うん、だって351歳って言ってるんだよ。うん、おかしい、まあ、僕の方がちょっと年上だってことだね。妖精さん、妖精なんで356歳ぐらい。あ、いや、460年ぐらい。あ、そっ か、ね、感覚で言うとね、うん、妖精は、ね、あっち系ね、あっち系だとそのぐらい。一人芸能界にいるよね。いつまでこの茶番をやりますか。いつまでやりましょう。ですね、はい、私の敵はですね、私、はい、父も母も芸能界で、私の周りも芸能界の人ばっかりの中で生まれ育ってきてるので、はい、そうなんですね。そうで、そんな親に育った父はジャズのミュージシャンでトランペットだったのね。へ、はい、母は、まあ、舞台をやってた人なので、はい、
まあ、だからまあそれ自体が大体普通じゃないよね。うんうんうん、ね、そうですね。で個性というものを素晴らしいって、うんうん、どんなであろうと素晴らしいって育てられてきたので、うんうん、だけど一方で要するに人とだったり社会と出ていくときに、はい、普通でいることの方がいい子だったりとか、うんうん、なんか良しとされるじゃない。なんか協調性があるね。だからね、うん、個性が、うん、敵っていうわけじゃないんだけど、はい、私にとっては味方でもあり敵でもあったみたいな。うーん、ちょっと深いでしょ。ちょっと深いですね。個性が、個性が敵でもあり、女子なのにちょっと隠さなくちゃいけないけど、隠すんだけど、うん、隠そうとすると出ちゃうから余計目立っちゃって意地悪されたり、だから早く芸能界入っちゃったんだけどね。13歳ぐらいに入っちゃったので、はい、そこには自分の居場所があったけど、一般のところでは浮くからっていう戦いがありました。さん浮きまくりですよね。絶対、まあ、4メートルぐらい浮いてるもんね。飛んでるやん。と、まあ、天井よりちょっと高いところぐらいに住んでる感じがあるもんね。でこれも割と早く結婚、その芸能界辞めちゃってすぐ結婚して、はい、13ぐらいで結婚しちゃったんだけど、で結婚した人もその芸能方面の人なんだけれど、はい、やっぱり奥さんは、うん、みたいな一応形にやっぱり入れようとするね、うんうんうん、どうしてもね。あと会社をやってたので社長の奥さんはみたいな、なんでやみたいな、私はずっとこんななのにみたいな、なるほど、私はどうしたいんだみたいな感じのあれはありましたね。深すぎてコメントの、コメントが深いコメント深すぎて、コメント濃い大人なんでしょうね、350年来てる人、51年、すごいっすね、やっぱり。じゃあもう一個ね、もう一個は、はいはい、今度はね、ちょっとまあ、ですか、はいや、それ俺だから、そこ俺の役目だから。あのね、昼間稼ぐ。もう一個ね、まあ、割と性格もまあボワンとしてるし、うん、ま、真面目だし、うん、あのぶっ飛んではいるんだけど、真面目でコツコツもやるのね、はい、ちょっとアンバランスはアンバランスなんだけど、うん、まあまあ小さい子で、小さい子頃で言えばいい子なのよ、はい、でまあ、まあ、まあいい人系なのよね。だけどそれがすごい邪魔なの、うん、敵なの。うーん、何かやろうとするときに、あのね、なんていうかな、ちょっとのことを悪いことでも何でもなく、例えばビジネスだったら必要なことなのに、うん、なんかね、悪者になった気分になっちゃって苦しくなっちゃう。いや、すごいいっぱい葛藤が。そうだね。だからまあ、そんな風にするんだったらまだ騙されてる方が楽だったの、うん、で、騙されてきたんだけど、でも騙されるとさ、自分だけじゃなくて周りも傷ついたり、はい、迷惑がかかるじゃない、はい、それでね、これじゃダメだなと思って、はい、やっぱり嫌なことは嫌だといい、お、ダメなことはダメだといい、はい、って言ったらだんだんこんなになってしまいます。いや、楽しいですよね、きっと人生。そうだね、351年間。それでね、こんな感じで生きてくると、はい、あのなんか守ってくれようとしたりね、ナビしてくれようとしたり、サポートしてくれたりする人がいっぱいになってくるの。だからきっとその戦う敵だと思ってた部分も、はい、すごく実は大事なことで、うんうんうん、苦労というか大変なこともいろいろしたけど、まあ、本質なので、うんうんうん、それでいいんだってことにたどり着いてきた。おー、それ何歳ぐらいの時に気づいたんですか？350歳ぐらい。あー、最近ですね。非常についこの間だな、天然なお話をいただいて。かかる。かかりましたね。かかるのよ。キリンさんは何歳まで生きるんですか？私、はい、平均寿命、キリンさんの平均寿命。キリンさんだってキリン族なわけじゃん。種族キリンさんは。キリンさんどうかな。2000歳ぐらい。決まってないんだと思う。決まってないです。もうやめるって言ったら。あ、気まぐれです。そこも個性です。まあでもあれですよね、あの欠点がある方が可愛かったりしますよね。そうね、あ、まあ、欠点は欠点じゃないのかもしれないよね。魅力なのかもしれないよね。そこがなんかやっぱり人と違うところ。だから毛がすごい伸びちゃうのも、あれ、あれあれあれ、出しちゃう個性かもしれないよ。なるほど。でもさ、すごいかっこいいばっかりの、あ、一応ほらロックミュージシャンだから、はい、妖精だったりかっこいいっていう方向に行く、まあまあまあかっこいい
こいいじゃない。ありがとうございます。そうですね、褒めてんのか何してんのか分かんないけど、それがさ、ちょっとドジだったり、ちょっとそんなところがさ、あったりすると魅力なのかもよ。え、誰がドジなんですか。え、なに、なに、誰がドジなんですか。ドジって言ってないよ。あの、どっかが抜けてたり、うん、どっかが人より伸びちゃったりとか、はい、ね、伸びますよ、伸びます。もうちょっとね、前回からね、いや、守ろうとしてる。毛と妖精の話がね、引っ張り、うん、よし、曲聴いてもらおう。そうだね。もうちょっとイメージを払拭しないと。そうそうそう。ちゃんと真面目に音楽やってますよ。うん、じゃあ紹介します。マンスリーリリースシングルス第37弾、2016年1月23日リリースした99年後のラブソング。曲忘れてた。必ず直接が面白い。なんか仕切らなさそうなのに、さあそれでは行く。こういうとこあるよね。ちょっと真面目で。オープニングさ、今日みたいにあの今は本当はオープニングで切って彼らって言われるけど、今日みたいなのがいいよね。普通に2人バトルですねって言ったらタイトルコール言って曲が終わる。いつでも対応します。起きてます、起きてます。大丈夫、大丈夫。何か面白いことやる。震えるな。なんか面白い。あと、あ、ほら、バレンタインデーだから。あ、そうか。はい、じゃあ、じゃあ、ボーリング。あと、解散コールあると事前に言ってくれればいいのでは。解散コールあ、途中で。かけてたら、それ多分ディスミーだったんで、まあ、嫌いだったんで、もちろん自然に言ってくれればかけられるかな。わかりました。2人にだから、またお渡ししますって言ったら、最後こういう、じゃあ、また渡します。すぐ、自分でございます。オープニングの曲が終わって、じゃあ、2人の曲がかかって、タイトルコーナーですと、でも、2人に喋っちゃってるから、そういうのがいいので、どうしようかなーと思ったら、何分だろう、24分だろう。じゃあ、話に戻りますか。戻りますか。まあ、この後何話すかあんま考えてないんだけど。考えてない、うん、はい、どうぞ。お、押す、もう一個で。イエイイエイイエイ。あ、イエイイエイイエイ。はい、聞いていただきました。Divided by One で99年後のラブソング。イエイイエイ。このタイトルが好きです。ね。いい曲。ね。ま、自分から言うのもなんだけど、いい曲。うん。いや、本当に自信持って出してますよ、毎月。ね。イエイイエイ。ありがとうございます。さあ、キリンさんは。敵ですね。敵ちゃん初めに語りますけど、はい、語りましたけれど。なんかあれですね、やっぱイメージと変わってきますよね。あ、こういうこと、はい、そうな、何と戦ってるか知るとそれがどういう人なのかってやっぱりなんか面白いですね。見えてくるよね、うん、毛でいいのか本当にと。いや、だからそこはメインではないんですよ。なんかすごい持ち上げられてますけど。僕はね、ネガティブなものと戦ってますよ。あ、ね、メインだったんですよ。あ、私逆を言ったらね、はい、息子たちに、まあ、今は言わないけど、はい、ちょっと反抗期あたりにね、もうなんか言われたのが、もう おかんってさ、うん、あのポジティブすぎて腹が立つって言われたよ。あ、そんなことで怒られるなんてって思うぐらい。なんて理不尽なんだ。おお、あとね、だから、はい、まあ愛されて育って一人っ子だしね、はい、愛されて育ってきてるからもあるし、子供っぽい気持ちがなんかあんまり、はい、消えないままいるもんだから、うん、例えば雪降ったらさ、雪積もるやん。そしたらさ、
さあみんな子供たち起きてとか思うわけよ、はい、なんだなんだって言うから早く行かないと踏まれちゃうって言って私が一緒に行くので子供たちが冷めた目で、はい、いいんじゃねとか言われてすごい、いや、その方が楽しいですよね。ねえ、少年少年少女そう、キリンってそれって別に大人になってなんで亡くなっちゃうのかが意味が分かる。確かに、確かにそこはなくさなくていい部分ですよ ね。でも大人になるとそれをすごいいいねいいねっていう人と、うん、はぁって人と増えあの、うん、分かれ、まあ、言いますよね、うん、もう全然そういうの推奨派ですよ僕は。あなたたちは今まだ若いからね。いや多分変わんないと思いますけどね。大体400年ぐらいは生きてる。シュンもね、シュン変わってないよね。むしろどんどん何子供かマジ。なんか今ツッコミみたいになっちゃったけど、キッズ化うん、してるよね。キッズ化、シュンのキッズ化が昨今の。そう だって俺がなんかさ真面目な話しててもさ、もう絶対どっかでネタをこう探してるじゃん。絶対にそういういたずらをしてくるよね。などんどん真面目でいられなくなってきているのかな。うん、うん、漫才で言ったらノリ。そうでもどっちがどっちなんだろうね。ものすごい適当な話やってるんですよ。適当な話って僕ボケですかね。僕はまあやっぱりこうキビキビハキハキしてるところがあるのですけど、だだだ誰が誰が誰がキビハキハキシュ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 なシュ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 今のところ見たことがないけどゆっくり職業介職業紹介をあれあれあれ職紹介をするのは見てるけど、ハキハキはしたのは今のところ見てないよね。そうですね、ヌメーとしてます。ヌメーというな、ぬめり系がすごいですよ。ぬめり系じゃないよ。ぬめとぼやーじゃどうすんだろうね。あ、僕がパキッとするしかないです。いや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 、ぬめーはひどいよ。ぼやーだってひどいじゃん。いや、ぼやーのがいい。ぬめー、カタツムリかよ。いや僕たち仲いいですね。仲いいですね。いい感じですね。朝っぱらから元気ですね。ね、楽しいです、本当に。いやそっか。いや、でも、あれですね、なんか個性。次回どうするんですか。あ、次回は終わっちゃいましたよ、スタジオ内。そうですね、まあ、ここ2人、もう今日お休みしてますけど、2人アシスタントのお姉さん、はい、シスターズがいますからね。シスターズ参加していただきます。そう、捕まえるか。、ね、シスターズ、ちょっと面白い。ちょっと面白いですね。シスター1、シスター2っていうのがね。じゃあ、今度はじゃあ1でお願いします。敵、敵についてちょっと宿題、宿題。私この人の敵知ってる。何ですかそれ。いやいやいや、でも本人にね発表してもらって、足りないようだったら補足しますよ。ちょっとふざけた方にいっちゃうかもしれない。聞こえない聞こえない。いや面白そう。いや本当人の敵聞くの面白いですね。あ、でも確かにね、さっきしゅんくん言ったけど、そこ聞くとその人の本質ちょっと見えるかもね。そうですね、ね。もうそこまで考えて出したアイデアだったんですよ。そうか、うん、そう。いや、シュン君のアイデアなんですよ、これ。知ってるよ。そこのとこはさすがだなって思っちゃいますよね。まあね、だんだんにそういうことになってきたんじゃないの。そうですよ。そうでしょ。そうですよ。そうですよ。私にはそう見えるけど。いいの、始め良ければ全部良くなるのさ。はい、ね、じゃあ、シスターズ。シスターズ、じゃあ次回はね、うん、なんか、お、カメラ映ってます。ピースだけユーストリームをご覧の皆さんはピースだけ見えてますね。鬼になっちゃうじゃない。一応ユーストの皆さんに手振ってみます。ちゃんと見てる、見えてるかな、見えてるかな。見えてる見えてる。ファンサービス。はーい。こういうとこで言いたいだけじゃん。そうそう。違う、じさん。じゃあポジティブ。まあポジティブだからね、ネガティブと戦ってるからね。昔ネガティブだった人なんでしょ。あ、そう、僕は昔超ネガティブね。はい、今はポジティブになった。今だいぶ、いや実はですよ、僕伝えたいのはそれだけじゃなかったんですよ、本当は。あったんだ。あった、あの続きあったんですよ。いいよ、じゃあちょっとだけまだ時間あるから。本当ですか。いいよ。結局その自分だけがなんか戦ってるんじゃなくって、その周りがそういう考えのやっぱ人がいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう方をやっぱり励ますような形で、その人のまず意見全部聞くんですよ。全部受け入れた状態で、その人にどういう言葉が一番届くかっていうのを考えて、その人がポジティブになれるような言葉選びをして導いてあげるみたいな。いいこと言った。あのね、はい、でも
ネガティブなことを知ってるからネガティブな人の気持ちが分かるわけ。そうですそうです。ポジティブな人はネガティブな気持ちがね、いまいち分かんないのよ。なんでそんなことになってしまうんだろうっていうのね。そうだから鑑定士とかさ、割とそういうのを深いことを知ってる人が、はい、あの私も分かるよっていうことで話を聞いてあげるから、うんうんうん、相手もあ分かってもらえたって言って心を入れる。そうですそうです。いいじゃん。だから傷ついたら、うん、あ誰かにとってその優しくいられる人になったなっていうふうに思うようにして、うん、みんなもそういうふうに思ってほしいなみたいな、そんな話をしたかったんですよ。それがその後の毛の話で、そう毛の話になっちゃって、ね、ちょっと俺はもう大惨事でしたよ。どうしてくれるんですか、あの後の連絡も。っていうかさ、このコーナーやってる間中そこに戻りたくなるよね。もうこのっていうかもうこの先何年毛の人としていて。いや、軽い話だったんだけどな。ライブでやったとしても、ぜひオープニングではその話をしてほしいよね。OK? 化粧品できますよ。まあでもそんなに、そんな嫌がられたってね、もう別に毛の話をしてくれと頼んだ覚えは僕らないからね。びっくりしたもんね。そこみたいな。なんかちょっと凍りつきましたね。だからその位置でよかったよね。毛って言われた時に、どこだけ、はい、と思ってさ。そうですね、いや、そこはちゃんともう大丈夫です。もう見てないとよね、2週音声切れる2週間経った今となってはどこの毛の話だったの。僕は覚えていないけれど、まあ、覚えてなくていいよ、また改めて言うから。あらゆる毛という毛がね。うん、じゃあさてじゃあ悪い指摘トークもこの辺で。この辺で最後にまた僕らの曲を聴いていただいて。腕に電池が切れちゃったんでしょ。はい、もう、ね、切れちゃいました。はい、もう25分経ってるんで、もうやばいです。もうやばいです。でははい、じゃあ最後に聴いていただきましょう。今日はね、ポップのやつを聴いてもらおうという話で、はい、いわゆるデッドバイワンのマンスリーリリースシングルス第32弾、2015年8月28日のデッドデッドブルーという曲を聴いてお別れしましょう。また会いましょう。バイ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 。お疲れ様でした。いやー、今日も面白かった。いやありがとうございます。